墓場の奥、闇の深さだ。これ以上持てない。あれ、ん？武器捨てちゃった？弓は切り替えられなくなったんだけど。どっか落ちてる？壊すとかないよな。ああ。やばいな、もう。長押ししちゃうんだよな。これ以上持てない。うん、行き止まり。前に出ろ。やばい、やばいやばい、一瞬で解けるわこれ。
あ、間違えた。これ以上持てない。おー、やばいやばい。下か、こっち側の下か。こっちだね。おう、なんちゅうトラップや。やべえかも。召喚獣全然前来ねえ。
よし。なんか湧いてくるか？残念だ。闇も悪くないと思っていたぞ。ああ、なるほどね。一つ目はクリア。これか。このアミュレットか。おう、なるほどね。ここで終わりだったか。その毒蛇のアミュレットこそホラドリムの杖の頭部だ。いやはや、どうやら貴重な遺物を見つける才能に長けているようだ。でもそれだけでは足りない。頭部と柄を合成するにはホラドリムのキューブが必要だぞ。うん、領主のジェランと話をしたが、どうも彼は何かに焦りを募らせている様子だった。彼と話してみた方がいい。それでもまだ信用を得られていないなら、もう少し誠意を示す必要があるな。大丈夫、すでに信頼し始めているはずだ。先に作るか。間違えたよ。あ、間違えたよ。あ、バツか。んーで、キューブに移す、キューブに移す。これで、うん、できた。強っ。ホラドリムの杖を手に入れたな。それをタルラ社の墓へ持って行き、7つの刻印の円環が床に刻まれた部屋を探すのだ。そしてそこにある台座にホラドリムの杖を刺せ、タルラ社の墓室に通じる隠し通路が開くだろう。だがくれぐれも用心せよ。バールを倒すためにはおそらくタルラ社と戦わねばならんかもしれん。領主のジェランと話をしたが、どうも彼は何かに…はいはい、オッケー。あれ、あ、キューブの中に入ってるのね。何回同じこと言ってんだよってな。完了。
タルラ社の墓に杖を持っていくと。あらゆる古文書を調べてきたが、タルラ社の墓の場所は分かっていない。だがその代わりに、もしかしたら手がかりを見つけたかもしれん。ホラゾンというビジェレイの偉大な召喚師が、この近くに深淵なる聖域を築き、強大な魔力で服従させた魔物を使役していたという。また、タルラ社の墓に封印されるバールなど、世界の事変にも注目していた。もし深淵なる聖域を見つけることができれば、タルラ社の墓の場所に関する手がかりを得られるだろう。まさかホラゾンがまだ生きているとは思えないが、十分に注意することだ。中で何が待ち受けているかわからないからな。そういえば、領主のジェランにこの話をしたところ、君を宮殿に向かわせるよう頼まれた。まるで秘密の入り口でも知っているような素振りだったぞ。まあ、なんとなくだけど、わかるよ。それじゃあ、多分あの地下室から地下から行くんだろうな。どこだっけ。ここか。ん？ここだよね。多分。こっちが寺院だったもんな。違う違う。ポーションこんなにセットする必要ないわ。マナポーション。
大量。荷物が多すぎる。ここじゃないか。ここじゃないってことはまた別の場所？死ぬ。先に進める道がないと。から行くんだ。それじゃあ、宮殿内。下降りたところなんかあったっけ？なんもなかったよな、確か。うん、なんもないよな。あったっけ？あらゆる古文書を調べてきたが、タルラ社の墓の場所は分かっていない。だがその代わりに、もしかしたら手がかりを見つけたかもしれん。ホラゾンというビジェレイの偉大な召喚士がこの近くに深淵なる聖域を築き、
強大な魔力で服従させた魔物。ジェランに聞いたらわかるかな。あらゆる古文書を調べてきたが。ジェランか。こんにちは。町で異変が起き始めると私は怯えたハーレムの女たちを安全な宮殿に避難させた。何事もなかったんだ、あの夜が訪れるまでは。地下に続く階段から悲鳴が響き渡り、衛兵が駆けつけると女たちは魔物の目に。待って、宮殿内って言ってたからここか。勇敢な衛兵は魔物が現れた奇妙な空間の裂け目と魔物を押し返そうとした。以来衛兵は勝ち目のない戦いを続けている。魔物は空間の裂け目を通じて次々と現れてくる。そして人手が足りなくなり、町を守るためグレイズの傭兵団を雇うしかなくなった。ラッドゴーレインはビジェレイの古代要塞の跡地に築かれた。ドログナの推測通り、宮殿の地下に深淵なる聖域があるのかもしれない。あなたを宮殿へ通すよう伝えてある。どうか油断しないでくれ。わかりました。ああ入っていいぞ。オッケーですだよね、宮殿内って普通に言ってたもんね。ハーレム、こっちは、まあ、こっちも2階に続く階段か。おお待って、キクロプスじゃないな。スケルトンメイジめっちゃ荒ぶってるんだけど、どうした。痛い。思ったよりいる。メイジなんでそんな荒ぶってんの。お、あったね。めっちゃ来てる。ここ数がすごいな。名前だけにそんだけいたってことか。
おお、どっから湧いてきた。ここにもある。降りますか。やべえよ。これ以上持てない。ちょっとマナポーション拾いすぎだな。早っ。あ、ポータル、ポータル。チェックポイント。出待ちがやばいな。なんで入り口の前で固まってんだろう。
いろんなところに階段あるのありがたいな。あ。後ろからアーチャー。ここはあれだね、基本マップの形は四角で、端っこ端っこにあるな。やばい。やばい。いて。
よし。なんかすげえ。こいつなんだ。やべえの倒れてる。いるな。あ、くしゃみが出そう。あ、大丈夫だ。上に行く階段と、あ、やー、危ない。多分上に降りる階段がありそうだね。レベルアップ。メイジは増やせないというか増えないか。メイジは3体だけだな、多分。あれ？ないな、階段。ここでもう終わりか？ここだけは真ん中にあるとか。あ、真ん中だな。ちょっと紫が見える。いや、ここで終わりか。で、ステータスを、ちょっと体力をね、増やして、ポータル。おお、すげえ。素晴らしい。この歪められた次元を調べる間がないのが残念だ。なんやこの世界は。
これ無駄、めっちゃ無駄な感じするんだけどな。接近攻撃してくる敵から逃げれるっていう意味ではありがたいけどね。こいつ全然体力減らないんだけど、バグってんじゃない？あ、バグってないわ。にしても全然削れなかったな。単純に強いのかバグってたのか。もうなんか複雑だな。こうか、でも下の下に出んのかなこれ。ああ、そういうことか。ややこしい、これはややこしい。ややこしい、マジで。方向的に合ってんのかどうかも分かんねえな。これ以上持てない。
以上持てない。これ以上持てない。これ以上持てない。これ以上持てない。あったこれ以上持てない。ここは繋がってんのか。